こんにちは、ショウゴです。ハロー、ミサキナオダの、今回描くのは誰かな？今回は夏真っ盛りということで、去年と同じくビキニキャラを描いてみました。ただ普通に描くだけでは面白くないので、去年は半券キャラかつアナログで描いたのに対して、今年はオリジナルキャラかつデジタルイラストで描きました。今年のイラストのメイキングを見ながら去年の絵とどっちがいいか判断してみてね。まず最初は下書きです。事前にラフを 3D デッサン人形を使って、描きながらポージングや構図を決めます。この 3D デッサン人形を使えるのが最初のアナログとデジタルの違いだね。これさえあればどんなポーズや構図もお手のものって感じ？いやーそう言いたいところなんですが意外と操作が難しかったりします。ポーズを作ったはいいけれどアングルがうまくいかなかったり体型の調整とか。それってただ単にショウゴが 3D デッサン人形を使いこなせてないだけなんじゃないの？使いこなせるように精進します。それはさておき下書きが終わったので、ここからはペン入れをします。ただ今回はペン入れをした後にすぐに、色を塗って完成、ではなく仮の線画と、着色をした後に本番の線画と色を塗りました。なんで今回2回描くの？動画で線画を仮と本番で分けていた方がいたので、参考にしてみようと思いました。それと仮塗りしておくと全体のイメージが、早くつかみやすいかなという実験です。芸術は実験だ。どっかのパロディでありそうなセリフですね。まあそれ以外にも同じ書き方ばかりだと書く方も視聴者さんも飽きるかなという、勝手な思い込みでやってる部分も正直あります。はい。あ、そうそう。この作業はあくまで仮なので線画も着色もかなり大雑把になっています。だから色がはみ出したり塗り残しがあるんだね。この作業はアナログでもできるけど、やっぱりこういう時はデジタルの方が便利でいいなって思っちゃうよね。そうですね。ただし以前も言いましたがアナログはアナログの良さがあります。なのでそれを去年書いたメイキング、ビキニを北峰富士子をコピックで書きながら語っています。この動画のリンクは概要欄に貼っておいたよ。よかったら後でチェックしてみてね。さてあれこれ言っているうちに線画に入りました。一度仮の線画を入れてるのでいつもよりは、迷いなく線画引けている気がします。線画のペンは何を使ったのかな？レイヤー構成とかも教えて。了解です。アナログに近い書き味になると聞いたにじみじいペンでペン入れしました。実は仮線画の時も使ってました。にじみじいペンはクリスタの素材から、無料でダウンロードできます。アナログっぽい書き味なら元からクリスタについてる PRG ペンでもできるんじゃないの？確かにそうですがリアル G ペンはかすれ具合が、もう少し欲しいというか私は今のところ、あまり使いこなせていません。誰かリアル G ペンのおすすめ設定を教えてください。あとレイヤーですが仮線画の時は全て1枚のレイヤーにまとめて書きました。一方この線画はキャラごとにフォルダを作ってそこに目と顔、髪と手そして体と部位分けした。ベクターレイヤーに書きました。この工程はにじみじいペンでも半径目のメイキングの時と同じだね。そうですね。ちなみに冒頭でも言いましたが今回書いているのはオリジナルでこのチャンネルの、アシスタントであるこのナオと、もう一人のアシスタントであるルイさんの8頭身絵です。モデル料、2人合わせて100万円よろしくね。ぼったくりバーもびっくりな請求額。じゃあしょうがないから夏休みの宿題、代わりにやってくれるんならいいの。宿題は自分のためにやるものです。計画的にやっていきましょう。仕方ないから宿題代行業者に頼むか。意地でも自分でやる気はないんですね。まあこんなナオのことはほっといて。本番線画は着々と書き進んでいます。ちょっとさっき言い忘れましたが人物だけでなく、背景の線画も別のフォルダーを作って部位ごとにレイヤー分けしています。ただ今回は動画がダラダラと長くなりそうなので、割愛していることをご了承ください。つまり特に動画内に盛り上がり部分がなかったということね。まあそこは事実なので否定はしませんが、もう少しオブラートに包んでいってください。何言ってんの？真実はいつも一つ、なんだよ？唐突な高校生探偵の名言はいりません。気を取り直して線画作業は最後に今回この絵を描くきっかけとなった。アイスクリームとソフトクリームを描いて完了です。イラストの題材は意外と近くに転がっているのかもね。
さてここからは色を塗っていきます。色はどうやって塗っていくのかな。こっちもレイヤー構成とか教えて。了解です。塗っていくときはさっきの仮着色を元にバケツ塗りでベースを塗ります。この時レイヤーは線画の時と同じくキャラごとにフォルダ分けしており、今度はラスターレイヤーを肌や髪、ビキニなどに分けて塗っていきます。ビキニの柄とかのレイヤーを別にしてるね。でもこういうのって素材を使った方が簡単でしょ。確かに一理あるんだけど、素材って使う場所によっては合わずに素材だけ悪目立ちするってことがあるんですよね。特にビキニなど体のラインに合わないといけない場合はさらに難しいです。まあ元へもフリーハンドで柄を描いてたので、今回もそれでいいかなっていう気持ちもありました。なるほどね。つまりは手抜きをしたかったわけね。失敬な、違うわ。さっきまで何を聞いてたんですか。ナルトの公式サイトやアニメで出てくる砂出様のビキニってなんで毎回ちょっと奇抜なデザインなんだろうって考えながら聞いてたよ。そういうのは聞いてなかったって言うんですよ。まあ確かに公式で見かける砂出様のビキニデザインは私も奇抜だなとちょっと思ってますけど、気になる人は公式画像を探してみてね。とかなんとか言っているうちに目の着色に入りました。目はキャラの絵の木とも言いますので、別フォルダーに色を重ねたり、レイヤーの設定を上山やオーバーレイなどに変えたりしてキラキラ感を入れてみました。そしてこの次は人物と背景に影とハイライトを入れていきます。影が入ると少しクオリティが上がった気がするね。ところで影やハイライトのレイヤーや線は何を使ったのかな。影はラスターレイヤーを上山にしてベースの上にクリッピングしました。そこに透明水彩と一部にスプレーツールを使っています。あと影は2枚のレイヤーに2種類の影を入れています。ハイライトに関しては白じゃなくてもいい感じになると聞いたので今回試してみました。でもさ、影の付け方っていまいちわかんないんだよね。すみません、私も後ろに入道雲があるから左側を中心に影を入れておこうくらいしか考えてません。どうしてもうまくいかない場合は過去に紹介したグリザイユ画法での成長記録などを参考にしてもらえると幸いです。ハイライトはオーバーレイと多い焼き発光のレイヤーを重ねてます。ちなみに今のサムネイルの動画、イラスト成長記録15不思議遊戯グリコのグリザイユ絵をリメイクも概要欄のリンクから見てみてね。あ、そうそう、ショードはこれ以外にも仕上げの時にたくさんレイヤーを重ねているよ。だからもしこの動画が絵を描くヒントになったり面白かったら、完成したイラストと去年の絵の比較を見てグッドボタンを押してくれると嬉しいな。それからこの完成したイラストは概要欄の福祉部リンクからも見られるよ。よかったら後でチェックしてみてね。このチャンネルは毎週金曜日の18時にイラストのメイキングや漫画に関する雑談、ラインスタンプの作り方などについて発信しています。何かご意見やご感想、指摘などがありましたらコメントお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。他の描いてみたイラストを見たいときは再生リストのチェックや高評価、チャンネル登録などをしていただけると幸いです。登録済みの方はベルマークをオンにしておくと通知が来るようになっています。